元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう。皆さんこんにちは、てっちゃんこと荒川哲夫です。川島みのです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気にですね。そうですね、はい、はい、関西を盛り上げていこうという番組でございます、はい、またまた今日は生放送でてっちゃん先生お届けいたしますので、2回目の生放送、はい、喋、はい、りたいことがたんまりあるんです。急いでいきたいと思います。はい、最後までカットされること言わないようにしないのと、ね、気をつけてくださいよ。はい、はいはい、お付き合いください。はい、よろしくお願いします。お願いします。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りします。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは、新型コロナに打ち勝って大阪を元気に、パート2です。はい、パート2ということで、毎週テーマを決めてそのテーマに沿った話題をお届けしていきます、はい、今回も新型コロナウイルスについてということで、そのために今日も生放送でお送りいたします。そうですね、はい、あの前回の生放送では、はいはい、まあ、アベノマスクの話題にも少し触れましたけれども、はい、今日はあのてっちゃん先生、はいはい、実際にそのマスクをね。そうなんですよ、これ昨日たまたま届いたんですね。はい、昨日届いたばっかりの、はい、もう今開けたてのホヤホヤなんですけども、まあ、今開けました、はい、布マスクですね。これ布マスクはあの本来はその、うん、ウイルスに対してはもうスカスカ通っちゃうんですよね、うんうんうん、だからあの、予防にはあまり効果ないと言われているんですけれども、まあ、はい、自分がその飛沫を飛ばさないとか、うん、そういうには役に立つと。ちょっと電車の中でくしゃみが出ちゃった時に、こう手すりとかにもつけないように、そのために、はいはいはい、うん、でもさらに有効な使い方もあるんですかね。そうですね、それであのサージカルマスクって、まあ、医療用にも使ってる安くマスクは、はい、あの不織布っていう、うん、まあ、特殊な布を使ってるんですね。俗に言う紙マスクみたいな。紙マスク、そうそう、あれは不織布。不織布、まあ、あの折ってない、あの、うん、風と織は、うん、あの織、何織物の、はい、織姫の織、織、うん、で布なんですね、不織布。あのこれはあの、目が細かいので、うん、あのまあ、ウイルスは通っちゃうんですけども、うん、そのエアロゾルとかね、細かいあの飛沫は防ぐ、うん、効果があるんですよ。布よりも不織布の方がやはり防ぐ効果は高い。ただ、まあ、不織布は使い捨てなので、うん、これね、うん、その、まあ、どん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 使い捨てになっていくので、うん、まあ、この布マスクは洗っても使えるということで、はい、首相もね、うん、言っておられますけれども、あのだからこれに不織布をつけたら、はい、サージカルマスクになるんでね。ほー、うん、それでこれ、そういうこと、自分でサージカルマスクにしちゃおうという。でこれ見てみるとね、はい、ちょうどこう袋みたいになってるので、布がね何層かなって、はい、でちょっとパカッと開けるとポケット状になってるんですよね。そうです、はい、真ん中開けるとスコスコであの、下に落ちますけど、落ちます、気をつけてください、だからここの袋になってるところに不織布っていう、はい、あの布を挟み込んだらね、うん、まあ、1枚じゃ足りないんで3枚ぐらい挟み込んだら、はい、サージカルマスクと同じようになるので、その不織布を手に入れてもらったらいいんですけど、うん、これは園芸とかね、はい、あと何やろな、こう裁縫みたいな、はいはい、手芸か、はいはい、手芸とかの材料に売ってるんですよ、うん、キッチンペーパーじゃダメ、キッチンペーパーそうですか、不織布っていう名前でね売ってますよ。だからそれみんなに買い占められる前に僕買い占めといたんですけど、それもう言っていいかなと、もう今出てきましたからね、マスクやそういう布製品。あ、そうよね、今本当、うん、マスク、うん、売ってますよね、うん、ね、だからこれ使うんだったらそういう風にして使えば、はい、利用できるし、サージカルマスクでも、はい、使い捨てになってるけども、そう、これ1日で捨ててます、もったいない、もったいない、なので、はい、コロナウイルスは比較的長く生きてるんですけどね、うん、まあ、もう1日でマスクの上では
もう死んでる、もともと生き物じゃないので不活性化するっていうんですけども、うんうん、もうあの役に立たなくなるあのウイルスがね、はあのその移らなくなるので、はい、もうあの日干しにしといてね、はい、で味方あったらまた使ったらいいんですよ。あ、この紙のサージカルマスクも置いとけば、うん、そうそうそう、天日干しが一番、はいはい、いいんですかね。だから3枚置いといて、はい、交互にこうローテーションで、うん、使えば、うん、あの全然1ヶ月2ヶ月持つからね。1日干しとけば、うん、ウイルスはもう いなくなる、いなくなるっていうか、そうなんですね。そうなんですよ。だからあの、うん、いなくなって飛んでいくわけじゃなくてね、うん、そこでもう死滅してしまうから、うんうんうん、はい、なるほど。じゃあ、まあ、布マスクとサージカルマスクと、うん、まあ、うまいことを使って、うん、っていうことですよね。1日で捨てるのはもったいないという話でございました。そしてですね、まあ、学長のいらっしゃる大阪市立大学でも、新型コロナウイルスに感染したこう経験があるかどうか、はい、抗体検査が始まったという話を聞いたんですけれども、はいはい、そうです、はい、抗体検査とか抗原検査とか、うん、PCR 検査とか、はい、もう分かりにくい、難しい。抗体検査というのは、うん、かかったことがあるかどうかが、そうですね、抗体検査というのは、まあ、ウイルスは外的なので、そのウイルスに対して、体が反応してこのウイルスをやっつけようとして、うん、あのガンマグロブリンという免疫のタンパク質を作るんですね、うんうん、それが抗体なんですよ。ですからその抗体を見つければ、はい、あのウイルスに対してあの体が反応しているということが分かるんで、うん、まあ、結果的にウイルスが入ってきた、うん、まあ、歴史が分かるということですね。この実際一大の皆さんが検査、一大のね、この間やしたのも、あの医療関係者にも今やってるんですけども、うん、あのまあ、市中の一般の感染率が知りたいということで、うん、こう国からの要請もあって、なるほど、それであの外来患者さんで、はい、コロナウイルスじゃない患者さん300人に対して、うん、こう無作為にっていうかね、あのあとランダムにこう検査を受けていただいて、はいはいはい、もちろん了解取って、うん、それですると感染者が3人、まあ、陽性の人がですね、うん、3人おられて、うん、でだから 1% なんですよね。あ、はい、実際調べてみても調べてみると 1%、 1%だから、まあ、学長は抗体検査は僕のところまでね、そのね回ってこなかった、回ってこなかった、まあ、そうなんですね。あまりしなくてもいい人みたいな、優先順位意外に低かったという。なんかね、街中ではね、はい、もう私うつった気がするわとか、ね、うん、私もなんか抗体検査を受けたら、うん、もう抗体として陽性反応出るんじゃないかと勝手に思ってたんですけど、うんうん、意外にもたった 1%、 そうなんですよ、ということなんですね、だからね、うん、2つのことが言えて、うんうん、1つは、まあ、感染が拡大してないから、うん、まあ、いいことだっていうね、そうですね、ことが1ついいことですよね、はい。でちょっと不安なことは、うん、まだ 99% の人は暴露されていないというか、まあ、感染を受けていないので免疫がない。だからドワッと広がった時にもうみんなもう丸裸みたいなもんですから、うん、どんどん感染が拡大していくというその恐れがあるという、まあ、その2通りのね両方のと捉え方がありますよね。そうなんですよ。だからなんとか抑えられているという、うん、頑張って頑張ってという、うん、そうそうそう、ことなんですよね、だからね、本当油断したらダメです、うん、昨日、うん、大阪で感染者ゼロってみんな喜んでるけども、これ油断禁物でね、このことが本当に爆発的な感染に 広がっていくし、だからワクチンができて、はい、ちゃんと免疫が自分、まあ、みんなの人にこう整ったら、うん、もう安心していいと思うんだけどね、うん、それまではねまだまだ危ない、ね、抗体持ってるとおっしゃってる私を含め皆さん、うん、持ってない 1%、うん、まだたった 1% だということです。最後にメッセージも頂戴しております。周一さんからです、はい、京都の方からです、はい、毎週番組を聞いて病気に関する知識どんどん身につき体に気をつけるようになってきました、はい、テレビでは連日医療従事者の大変さが伝えられていますが、はい、一大病院も大変でしょうか、はい、皆さんどんな思いで働いてらっしゃるんでしょうか、はい、率直な意見を聞かせてくださいという、はい、ことでございました、はいはいはい、それは僕現場に入ってないから、うん、分かんないですけども、この間も放送、ね、はい、されまして、うん、内部の状態を見ていただいて、いつもは非公開のところをそうです、ね、もう見ていただこうということで、ニュースで
はい、言われてましたね、はいはい、それであの重症患者さんを受け入れてるんですけど、まず病院としては特定機能病院というあの重要な役割を果たさないといけないんですけども、まあ、そっちをちょっと縮小してですね、はい、で救急も受けないように閉じて、はい、でそのルートで重症患者さんを受け入れてるんですね。それであの患者さん1人当たり6倍ぐらいのスタッフがいるんですよ、うん、だからすごくあの大変、6倍、普通の病気の6倍、ね、そうですね、だから1人で住むところは6人かかるっていうことになってくるし、あの防護服とかそういうものもあのしょっちゅう着替えたりしないといけないので、うん、まあ、かなり神経と体体力使うんですね。だから、まあ、非常に大変なことは大変なんですけども、うん、でもまあちょっと落ち着いてきたみたいで今、うん、だいぶあのこう安定化してきているということで、うん、まあ、6月からあのおそらくまあ救急をまた開始するっていうふうな、うん、ことも聞いてますけどね。そうなんですね、はい、まあ、このままの感じで、ね、はい、感染拡大が抑えられていくのを、うん、もう私たちはもう気をつけるしかないという、はいはいはい、だからもうみんな本当にもう大阪府民を守るためにね、うんうん、はい、もう自分の身を削って やってくれてるので、うん、本当に僕学長としてもね誇りに思ってます、はい、そうですよね、はい、私たちにできることは、はい、手洗い、はい、うがい、そうですということでしょうね。そうです、そうです、はいはいはい、引き続き気をつけていきたいと思います、はいはいはい、もうあっという間にもう時間ないの、はい、時間が来てしまいました。もう一つ言いたことあったのにエンディングでいきましょうか。エンディングで、はい、ということで、はい、来週もお楽しみに、はい、元気出していこうてっちゃんねる。番組では皆さんからのお便りを募集しています。健康についてのお悩み相談何でも結構です。どんどんお寄せください。そしてメッセージをご紹介させていただいた方にはてっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼントいたします。そして今週も合同会社ウォールからプレゼントをいただいています。皮膚の乾燥を防いで保護してくれるザーネクリームを抽選で5名の方にプレゼントいたします。住所、お名前、電話番号をウォールプレゼント希望と書いてご応募ください。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でテツアットマーク OBC1314.co.jp、 ファックスは06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。学長、最後に一言。なるほど、ですね、マスクもいいけど正しい手洗いをと言いたいんですね。手洗い、というのは、うん、あの神経質なのにあの人は陽性になっちゃったみたいなのがタレントさんでもいますよね。あれちゃんと手洗いもしてるのにって言うけども、うん、あの親指を忘れてたりとかしてるんじゃないかな、うん、もうしょっちゅう消毒をね、うん、されてたなんていう話も聞いてますけれども、ね、正しい手洗いを、うん、正しい手洗いをちゃんとすることが大事で、うん、手洗いしたから OK と思ってしまうと危ないということだと思います。ポイントはやっぱり親指忘れるのが、私学長に言われて親指洗いすぎて今めっちゃ切れてるんです。親指をつけてそのぐらいでちょうどいい。もうすり切れるぐらい皆さん一生懸命洗って乗り越えていきましょう、はい、元気出していこうてっちゃんねる。ここまでのお相手は、はい、てっちゃんこと荒川哲也と川島あみるでした。それではまた来週、来週、さよなら。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りしました。